撮っていいですか、有名な方。おはようございます。おはようございます。今日クレイジーに行きます。はい、皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのスイです。今日はビタミンマラソン、尾藤智美ちゃんがプロデュースの大会、ビタミンマラソンの10キロの部走っていきたいと思います。今日は自己ベストを大幅に更新します。で、この大会までにやってよかったことだったりとか、当日これ気をつけてよかったな、あ、ちょっとここはもっと気をつければよかったな、そんないろんな点があるので、それを踏まえてレースをお届けしたいと思います。前回の 5km TT の動画で準備体操大事ですよってね、すごい言ったので、この日はね、準備体操すごいしっかりやってたんですよ。で、そのしっかりやったおかげで、初めから体が動きすぎて3分40ペースで今走ってしまっています。いや、気持ち的には4分切るぐらいかなっていう感じで動いてるんだけど、3分40で見える景色が全然違いましたね。で、この点は悪い点です。3分50イーブンでいけたらバンバンザイと思って走ってるんで、3分55ぐらいで入っていけばよかったなとちょっと後悔してます。ただウォーミングアップの大事さはもう本当に感じましたね。私車の運転めちゃくちゃ苦手なんですけど、実はマニュアルで撮ってるんですよ。マニュアルで撮ってる方はわかると思います。1速に入れて、2速に入れて、3速ぐらいからね、車ってこうブーンっていい感じに進んでいくわけなんですけど、まあ、それと体も一緒でね、やっぱりウォーミングアップしっかりしておかないと、初めて動きが重いんですよね。で、いきなりブーンって行こうとするとね、まあ、エンストしちゃうっていうのがマニュアル車なわけですけど、体もちょっとエンストを起こさないようにウォーミングアップしっかりやっていきましょう。ちなみに坂道発進もめちゃくちゃ苦手で、試験中にね、後ろに下がっちゃったこともありましたね。マニュアル車乗ったことない方わかんない話で申し訳ないんですけど、なんでマニュアルで取ろうとしちゃったんだろうって後悔した瞬間でした。あと縦列駐車も苦手で、縦列で再試験になっちゃったっていうね。運転が上手な人って男性でも女性でも、もうかっこいいって思いますね。はい、ということでここで2キロ目ね、注入しています。3分50ペースに落として走っているんですけれども、もうね、楽ではないんですが、10キロのレースはまあ楽しないで、初めからトップに近いペースでバーッとね入って、最後まで走り切るっていうのがね、いい練習なんじゃないかなと思います。3分50秒を切って走るっていうのは、以前の私にとってはめちゃくちゃめちゃくちゃ速いペースだったんだけど、だんだんね、楽にとは言わないけど、あんまり無理なく、こんな大きなゆったりとしたペースで走れるようになってきました。その理由の一つとして、股関節周りをほぐしたことが大きな要因と自分で感じています。とにかく足が上がりやすくなったし、階段の上り下りも楽になりました。ポーンと足を出した時の可動域が以前と全然違うっていうのを自分で感じていて、これ一つ良かった点かなと思うので、ちょっとめんどくさいんですけどね、よかったらやってみてください。股関節をほぐす動画も出しているので概要欄に貼っておきます。走り込むのもすごいいい練習なんですけど、やっぱりね、関節周りをほぐすっていうのもすごい大事だなぁと感じてます。で、私は股関節硬かったんで、朝晩やりましたというか、やってます。で、やり続けてるとなんかこう習慣になって、寝る前やらないと気持ち悪いみたいな感じにね、なってきました。以前より足が大きく出るようになりましたね。10キロ先頭を走るカロ君、こちら動画になるようです。そして三塚コーチもゲストで走ってました。今日のコースは 2.5 キロ行って 2.5 キロ戻る、そのコースを2回往復して10キロ走るコースです。今4キロから5キロ目になるんですけども、ペースはちょっと落ちてしまいましたが、なんとかキープしながら走ってます。応援もたくさんたくさんしてもらって本当にありがとう。ただもう息が苦しいのがずっとだったから全然返せませんでした、すいません。大きく大きく走るっていうイメージだけは持って、で、三塚コーチに教えてもらったことを思い出しながら一歩一歩走っています。で、今回こうサブウェイガを目指すにあたって、いろんなコーチにいろんなことを教えてもらって、みんなにもしっかり伝えていきたいと思って、言語化して動画にできているので、私もこう調子悪いな、もう疲れたなと思っても、
こう言われたことを思い出しやすくなったんですよ。で思い出せると体の動き方が間違ってきてるっていうのが確認できるので、こうだだ下がりっていうのがなくなりました。で調子がいい調子が悪いっていうのがあるタイプだったんですけど、言語化して教えてもらってるから、あここがこう悪いから今スピードが出ないんだなとか、ここの体のこの部分が硬くなってるから、あ今走れないんだな、だからここをちゃんとほぐしてあげようとか、こう対策がね分かるようになってきましたね。でそうするとレース前の今日は走れるかな、今日は大丈夫かなっていう不安が少しずつ減っていきました。はい、そしてここで吉田香織選手にも会えました。ウィズランのメンバーもね結構走ってましたね。はい、そして折り返して6キロから7キロ地点にありました。もう体はね結構限界に来てるんですけど、走り方を学んだ通り動かすっていう感じで、きついけど体は動いてるっていう感じですね。で森田美樹コーチが応援に来てくれていて、スイちゃん胸上げて胸広げてって言われたんですよ。で私、ちょっと巻き肩がまだあって背中がだんだん丸くなってきちゃって空気入ってこなくなって、でハー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 しちゃうんですよ。でこのハーハーをフーフーに変えると結構しっかりお腹の方まで空気が入るんで、そうしていきたいんですけど、ちょっとねまだできてないところがあるんで、名古屋ウィメンズマラソンまでの10日意識してね、普段から呼吸の方法を意識して、無意識でちゃんと呼吸が深く入っていくようにトレーニング中です。ふう言いましたね。ふうで呼吸深く入れていきましょう。とにかく練習もレースもいいイメージを持つことがめちゃくちゃ大事で、私初めてサブスリーした直前のハーフマラソンで1時間30分30秒ぐらいかかってるんですよ。その時もいいイメージを持つことだけは忘れないで、レースの日の私は最強の自分だって、レース中も今日の自分は最強の自分だ、今までに出てこなかった力が出てくるって信じて走ったら、なんと2時間57分で走れたので、ぜひですね今レース前の皆さん、最高なゴールのイメージを思い描いてください。どんなタイムで帰ってきますか、どんな笑顔をしてますか。人生いい時も悪い時もありますが、イメージだけはいつもいい方向でいきましょう。そして走ってる間お腹に力をずっと入れるのって難しくないですかっていう質問があったんですけど、基本は走ってる間はお腹に力が入っています。お腹に力を入れるぞと言ってるわけではなくて、お腹で体を支えてるっていうイメージがありますね。でこうやって両手を上げて手だけを下げるとお腹に力が入るので、こんな動きをねレース中はちょいちょいやります。自分の可能性を信じてみんなで一緒に進んでいきましょう。さあラストの1キロです。さあついにフィニッシュ、タイムは39分04秒、30秒自己ベストを更新しました。あ、見ました、何ですか。さすが俺5キロだから。あ、5キロだ、2位だった。あ、すごい、10人しかいない。みーちゃんトンカチ持ってあ、バックですね。じゃーん、やはりゆうちゃん見てます。はい、このバックの奥、このキャッチの聖子さんが教えてくれたあのリップがすごいみんないいって、そう、そう、YouTube、 聖子さんが教えてくれたワセリンリップ1個300円ぐらいのやつが、あの仕組みが耳の穴に入れてクリップさせて押し込むと、これがキャッチの代わりになって止まる仕組みになってます。はい、どうぞ。はい、5キロ始めます。お疲れ様。